魚住真由キャスターのメガネの理由とゲットナビ記事掲載情報です。皆さんおはようございます。7月25日火曜日、全国の天気をお伝えします。この時間の担当は魚住真由です。よろしくお願いいたします。そして私現在メガネをしておりますが、こちらですね、今朝物もらいが目にできてしまいまして、あとね、メガネでこの後も番組をお届けさせていただければと思います。申し訳ございません。引き続きよろしくお願いいたします。はい、6時台もありがとうございます、コメント。ねえ、この後もね、なんだかね、こうテンションが下がりがちになってしまうんですけれども、ね、元気にお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。こちら私物ではないです。あのスタッフさんの急遽お借りしました。申し訳ございません。ありがとうございます。あの本当に番組の準備をしている際に突如あの誕生しちゃったので、家からね持ってくるとかっていう準備もできなかったので、スタッフさん本当にありがとうございます。ということで、ね、この後もこちらお借りしたメガネでお送りしていけたらと思うんですけれども、ね、まずはこちらご覧ください。はい、こちら私のツイッターになっているんですけれども、メガネないですね。あれおかしいな。メガネしてないな。同一人物かな。髪型も違いますしね。前髪もね、あるし。そして、下にピュッと行くと、そう、こちら、ゲットナビウェブさんの、リツイートさせていただいたんですけれども、そう、こちらはサイン入りの、このチェキ。ね、サイン入り。なんか文字も入ってるけど。この、チキに文字を書くって初めてで、すっごく難しいんですね。うん。字も汚くなってしまいましたが。そしてその下側に、この中か。そう、記事がありまして、そう、お写真もね、たくさんお取りいただいて、いろいろ記事があるんですけれども、こちらアイスなんですけど、本物のアイスじゃなくて、スポンジで、そうなんですよ。この虹色の部分がスポンジで、水筒とか洗える便利なスポンジなんですよ。うん。そういう商品みたいで、もう興奮しちゃって、うわー、アイスだーとか言って盛り上がってたんですけど、そう、この撮影が終わった後に、そんな好きならあげるみたいな感じでいただいて、そう、いつかね、お天気刺すときにちょっと使ってみたいなと。アイスでこう刺していこうかな。うん。暑い日ね。あ、今日も暑い。今日にすればよかったですね。完全にこの目の件で。ね、いろいろ吹っ飛んでしまっておりましたけれども。うん。そう。アイス？子供の頃ありました。本当ですか？あ、すごい。いろんな味がするんですかね。ねえ。そう、このお写真もね、もうすでに私前髪のない自分が見慣れなくなってきました。むしろ。うん。そうだから、この記事が出て、開いた瞬間に、あ、懐かしい私がいると思って。私この前髪だったって思ったんですよね。そう。で、この、ちょうど文章にもあるんですけど、デビュー日の話もしておりまして、またね、この記事の中で、この、どんなことをオーディションの際にしたかっていうね、インタビューもありまして、うん。霜降り明星さんの、せいやさんの真似を、真似というか、それをちょっとアレンジして、そう、やりました、みたいな。でもね、それは恥ずかしくって、今まで番組でも絶対に言ってこなかったんですよ。そう。もう、どんだけその、ね、キャスター募集の告知してても言ってこなかったのに。さすがにね、インタビューしていただいて、いや、教えませんとかね、言いませんとかできないし。正直にお答えさせていただいて。で、このインタビューを、していただいてる際も、ずっと皆さんで笑ってました。ずっともう、ケタケタみんなで笑いながら、楽しいね、時間となっていたんですけれども、うん。
あ、そうそう。で、あの、オーディションの元ネタは、せっせっせいやっていう、あの、せいやさんのあのまま。あれを、そうそう、ウェザーニュースバージョンに変えて、そう、皆さんもご想像にお任せします。今日はもう、うん、物もらいだけで勘弁してください。